バルター・ネルンスト、バルター・ヘルマン・ネルンスト、1864年6月25日1941年11月18日は、ドイツの科学者、物理科学者、ネルンストの指揮や、熱力学第三法則を発見した。プロイセンのブリーゼン、原ポーランド・ボンブジェジノに生まれた、グラウデンツのギムナジウムに入学し、ラテン語で優秀な成績を取った。 はじめは主人を目指していたが、科学教師の影響を受け科学者への道を目指すようになった。卒業後、チューリヒ、ベルリン、グラー,アーツで学び、さらに1886年にビルツブルグ大学に移り、そこで学位を取った。グラー,アーツでは、ルートヴィッヒ・ボリツマンの下で、と共に研究を行い、その成果は、ビルツブルク時代の1887年に論文としてまとめた。 これは、エッティングスハウゼン効果、ネルンスト効果マイナスとも、1886年として知られている。また、ビュルツブルグでは、イオンの研究で知られるコールラウシュやスバンテ、アレニースらと共に研究を行った。ビュルツブルク時代に、ネルンストとアレニースは、ビルヘルム・オストバルトから、自分の助手になるよう依頼された。これを引き受けた二人は、ビルツブルグで博士号を取得し、 フラワー,ーツで1年間を過ごした後、オストワルドのいるライプツヒ大学へと移った。ライプツヒでは、ガルバーニ電池の研究を行った。この研究は世に認められ、ネルンストはライプツヒで講師となり、さらに1899年には、オストバルトの手を離れ、ゲッティンゲン大学の講師となった。ゲッティンゲン遺跡後も、ネルンストの才能を見込んだ。 ギーセン大学やミュンヘン大学からの誘いがあった。一方で、ゲッティンゲン大学を担当していたプロイセンの文部次官からの引き止めに持った。ネルンストは大学に新たに実験室を作ることを条件に、ゲッティンゲンに物理科学の助教授として残ることにした。そして1895年、ネルンストの要望通り、実験室を含む研究所が作られた。また、 ゲッティンゲン時代の1892年、ネルンストはエンマロー・マイヤーと結婚し、1903年までに5人の子供を設けた。さらに、ゲッティンゲン時代には伝統に使用できる新たな個体電解質を発見した。ネルンストは、この発見に伴う特許権を、英字社に100万マルクで売りした。こうして得た利益の一部を使って、ネルンストは研究室を拡張した。 ネルンストの研究室は王女大となり、そこでは国内外から40人の学生が集まり、研究を行うようになった。ネルンスト夫妻は自宅に研究生を招きパーティーを開催したり、ピクニックに出かけたりするなど、研究室の交流に努めた。1905年、41歳になったネルンストは、ゲッティンゲンを離れ、ベルリン大学の教授になった。 第二科学教室主任教授だったランドルトの公認に選ばれたのである。当時のベルリン大学はドイツにおける科学の中心地であった。赴任して間もなくの頃、物理科学の講義をしている時に、熱科学に関する着想がひらめいた。これは後に、熱力学第三法則と呼ばれ、熱力学の基本法則の一つとなるものであった。 ネルンストは自らが考えた過程を確かめるため、1914年までこの実験を続けた。一方で、ネルンストは、非熱の問題にも関心を持つようになった。低温になると、非熱は古典物理学では説明できないような振る舞いを見せ、当時の科学者の間で話題になっていた。ネルンストの研究室でも、非熱の測定実験を行っていたが、1九百七年、 この実験値と一致するような理論をアルベルト・アインシュタインが発表した。アインシュタインの才能を認めたネルンストはマックス・プランクと協力してアインシュタインをベルリンへと呼び寄せた。さらに1911年にはエルネスト・ソルベイと共に著名な科学者を集めて討論を行うソルベイ会議を開催した。こうしてネルンストは名実ともに当時の代表的な科学者の一人となっていった。 1914年、第一次世界大戦が始まると、ネルンストの長男と次男は戦場を得り出された。そして、ネルンスト自身も志願して軍隊へ入った。ネルンストにとっては50歳にして、初めての軍隊経験であった。軍隊では、化学薬品や火薬を使った武器の研究開発などを行い、鉄十字一等勲章、功労大賞を授けられた。しかし、 ネルンストはやがて、この戦争には勝ち目はないと思うようになり、周囲にもそのように明かすようになった。1917年、ネルンストは軍事研究を終え、大学に復帰した。その年に書かれた著書、新しい熱定理の序文は、悲しみに満ちた現実から逃避するのには、理論物理学ほどふさわしい科学はない、といった書き出しになっている。1918年、 戦争は終わり、ネルンストは二人の息子を失った。戦後、兵器の研究を行ったネルンストは、戦争犯罪人として告発される恐れがあったため、一時スウェーデンやスイスへと移住した。しかし科学者が犯罪人のリストから外されると、再びベルリンへと戻った。この頃になると、ネルンストの実績は一段と評価され、様々な賞や地位が与えられた。 1920年、熱力学第三法則の功績により、ノーベル科学賞を受賞。翌年には、ベルリン大学総長に選ばれた。また、中アメリカ大使にも選ばれたが、これは辞退した。1932年には、ロンドン王立協会の外国人会員に選出されている。1922年、それまでの物理科学研究所の役職を、 弟子のボーデンスタインに譲り、国立物理工学研究所所長の地位に就いた。しかし、所員の官僚的な仕事体質とそりが合わずに、2年で役を降りた。その後は、ルーベンスの後を継いで、ベルリン大学の物理学教室主任となり、研究を行った。1933年、69歳になったネルンストは引退し、13年前に、 あらかじめ購入しておいたツベルの家で暮らすようになった。翌年にはここで家族や親しい人たちにより70歳の誕生会が開かれた。この会には世界中から祝いのメッセージが届けられ、新聞にも取り上げられた。ネルンスとは家族と一緒に過ごすことを好んでいたが、ヒトラーによるユダヤ人の弾圧が始まると、それは難しくなった。 ネルンストの三人の娘のうち二人、ヒルデとアンジェラは、ユダヤ人と決していたため、国外への逃亡を余儀なくされた。ネルンスト自身は、アーリア人の家系であったが、ナチスについては嫌っていた。長女のヒルデとは1937年に、三女アンジェラとは1939年に会ったのが、それぞれ最後となった。次女のエディットは、ドイツ国内のキールに住んでいたため、 エディットはその後もたびたび自身の娘を連れてチベレを訪れた。ネルンストは娘や孫が来るのを心待ちにしており、別れる時には必ず、またすぐに来てくれるようにと頼んだ。エディットの交流は最晩年まで続いた。1941年11月15日、ネルンストは昏睡状態に陥り、18日、妻、エンマの見守る中で息を引き取った。 最後の言葉は、私はもう天国に入っている。なかなか良いところだが、もっと良い,いところにできたはずだ、とみんなに言ってやったよ。遺体は、本人の望み通りベルリンに運ばれたが、第二次世界大戦後、ベルリンに近づくことが難しくなると、娘たちの手により、ゲッティンゲンに移された。現在、遺骨は、プランクとマックス・フォーナウェの間に埋められている。ネルンストの一番の業績は、 熱力学第三法則を確立したことである。この法則は1906年に書かれた論文で初めて発表された。ある化学反応がどちらの向きに進むかは、化学反応における物質の結びつきやすさ、すなわち化学神話力によって決まると考えられていた。そして、その化学神話力へは、発熱量級との関係がある。ただし、低温、低圧過程とする。 t は温度。これは、ギブズ・ヘルム・ホルツの式から得られるものである。この式により、a の値が分かれば q が求められる。しかし、逆に、q の値が分かっても、a を求めることはできない。なぜなら、この式を a について解くには、式を積分しなければならず、その際に積分定数が出てきてしまうからである。この事実は、 当時の熱力学が完全ではないことを意味していた。ネルンストはこの問題について、低音、あるいは古代では、A と Q は、ほぼ等しくなるという実験事実に注目した。そして、絶対0度に近づくにつれて A と Q の差は無限に小さくなるのではないかと考え、これが1905年にベルリンの行動で思いついた発想である。すなわち、となる。 この過程を加えることにより、積分定数を求めることができ、ギブズ・ヘルム・ホルツの式の問題は解消されると、ネルンストは主張した。この論理は、突飛な上、実験的な立証もされていなかったため、発表当時は、その意味を理解できる人は少なかった。しかしその後、ネルンスト自身らによって、この過程は実験的に裏付けられ、現在では、 熱力学の基本法則の一つとなっている。なお、現在では、熱力学第三法則は、絶対0度においてエントロピーはゼロになるという表現がなされているが、この表現は、マックス・プランクによるもので、ネルンスト自身は、エントロピーという言葉は使っていない。そのプランクは、ネルンストの過程について、バーイチェンド、驚くべき、意外な、斬新なという表現を使っている。 ネルンスト自身はこの定理について、熱力学第一法則は三人、マイヤー、ジュール、ヘルム・ホルツ、第二法則は二人、カルノー、クラウジウス、第三法則は一人、ネルンストによって発見さた。第四法則を発見する人は0人になってしまうから、熱力学はこれで完成されたと語っている。ネルンストは、電気化学の分野でもいくつかの重要な業績を、 上げている1886年には磁場や熱が電流に与える影響を示したを発見し、1889年には電位と4濃度の関係を示したネルンストのを発表した。また、ネルンストは実験を重視し、分子量や有電率の測定方法の改良による貢献も多い。せっかちな性格で短気な面もあり、 グラーツ時代に共同で研究を行ったエッティングスハウゼンとは対照的であった。ネルンスト自身、いつも緊張した状態にあった。実験中の自分の神経をやわげてくれるエッティングスハウゼンの落ち着いた性格を称賛し、感謝の念を示している。実験においてもすぐに結果を求めたがった。低温装置を購入するため、カマリング・オネスの研究所を見学したが、 その装置を使用すると多大な待ち時間が発生することが分かると購入を諦め代わりに自ら小型の水素液化装置を製作した測定にあたっても権流計を水平にして測定するのが煩わしく傾いた状態のまま測定し誤差はその場で暗算で補正したアインシュタインはネルンストを子供のように有頂点になると評している 無邪気に驚いた顔をするのが好きで、その顔で皮肉や鋭いユーモアを語るのが得意であった。自らの業績については謙遜することなく、講義では熱力学第三法則を私の熱定理と呼んだ。これに対して同僚は、ネルンストが書いた本でこの定理を探すには、作品の M の項を引かなければならない、と皮肉った。 ネルンストの弟子のケーメン・デルス・ゾーンは、ネルンストはあえてこうした無邪気な小男の役を演じることで、自らの業績を嫌みなく、周りに伝えていたと述べている。初期の車が好きで、生涯に十八台の車を購入した。初めて購入したのは、ゲッティンゲン時代の八百九十八年で、自動車が普及していなかった当時は、街の話題となった。また、狩猟も好み。 若い頃から始め、晩年、チベレに住むようになってからも行っていた。研究員には公平に接し、敬愛された。弟子には、マックス・ボーデンスタインや、フレデリック・リンデマン、フランツ・シモンなどがいる。ネルンスト氏後の1964年に開かれた生誕100周年を祝う会では、多くの弟子が集まった。そしてこの年、ネルンストが、 熱力学第三法則を着想したベルリン大学の行動はバルター・ネルンスト行動と名付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。